神奈川県生活協同組合連合会第65回通常総会が6月28日ワークピア横浜で開催され、全議案承認可決されました。総会では東具新一会長理事が、今年4月熊本大分地震が発生、被災者の皆様方に改めてお見舞い申し上げますと述べるとともに、この1年間消費税の 8% への引き上げや社会保障費の大幅な削減が推し進められ、受診抑制や福祉事業の利用が抑えられるという事態が発生しました。こうした中、当政協連では事業と活動を通じて、組合員や市民の皆様方の暮らしに積極的に貢献、大きな成果を上げてまいりましたと活動報告を行いました。この後、神奈川県県民局暮らし県民部佐藤二郎部長が、政協連の活動は神奈川県行政に大きな役割を果たしていただいており、感謝申し上げますと来賓を代表して挨拶しました。活動報告では、5年に一度開催される NPT 再検討会議に政協代表団を派遣、子どもの幸せと平和を願うユニセフ支援活動、政協への理解を広げネットワークを強化する事業などが報告されました。また2016年度の取り組みとして、会員政協とともに支え合い助け合い、福祉、医療、健康づくり、居場所づくりなどを進めますと報告がありました。この後、退任役員からの挨拶、新任役員の紹介がありました。今地域社会の中で本当に格差と貧困、住みづらさというのが広がっておりますし、あと10年20年先を考えると、ますます後期高齢者の方でお一人暮らしの方が増えてくるということが予想されますので、本当に地域の中で信頼されるといいますか、頼りにされる存在になっていきたいと思いますし、そのためにはこれまで以上に行政や地域の中のさまざまな団体との共同の取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。4年連続実質賃金が下がっていると、企業はどうしても内部留保を積み上げていく形、構造的にいい方向に行っているとは思っていません。なんとかそれを変えていかない限り、この国のあらゆる意味での将来性、将来の芽を摘むことになるのではないかというふうに考えています。新役員川崎医療生協木下貴成専務理事にお聞きしました。本当に多様な生協さんとお付き合いをして力を出し合うというところに、この連合会の最大の魅力がありましてね、そういった面で力を発揮したいなというふうに思っています。あとはそうですね、健康づくりを県民に呼びかけていく、地域生協や医療生協協力をしてですね、健康づくりの運動を、やっていきたいなと思ってます。